はい、いつもと違う景色ですね。モルディブは20回以上来てますが、今回違うところへ来ていました。それはガーフカン礁というところです。すごい海が待ってたので、久々に YouTube 上げたくなったので、オープニング撮ってます。それでは海の中見てください。ついに世界初、やばいポイント、ガーフカン礁行きます。団体でこのようにたくさん並んでいるところを横からやってもらってます。いつもながら感謝です。スリランカ航空、ガンインターナショナルエアポート初めてです。見つからない、ロスト見つからない、一応サイドケースになってます。エアー切れ、上がってくれなくて、コーストガードを入れて捜索して、水深40メーターで引っかかって、エアーゼロの状態。